私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県を、知ったかぶりかいつぶり顔になって、いっぱい見つけるプリン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アメリカンホームダイレクトのみんなの前向き駅伝、今年もやります。前向きに生きようとする方を応援し、日本一周約8000キロをたすきでつなぎます。前向きの力、日本中に広げよう。そんなアメリカンホームダイレクトのみんなの前向き駅伝、日本中のランナーでつなぐこの駅伝のたすきが今滋賀を通過中です。そして間もなくこの大津市の湖岸沿いにランナーが到着予定なんです。そしてなんとこの後アミンチュテレビ BBC のヒーローたちもこの前向き駅伝に参加予定なんですよね。そうなんです。参加するヒーローランナーは忍者ガー、ロボートレーサー V、コアラ G、 そして安野おっさんです。はい、安野おっさんも参加するんですね。そうなんです。楽しみですね。もうワクワクでドキドキです。まもなく到着です。はい、こちら応援に駆けつけてくださった皆さんです。走っていらっしゃるのは橋本幸典さんです。お疲れ様です。さあ、そして強い握手が交わされて今たすきを受け渡します。さあ、どんな走りを見せてくれるんでしょうか。忍者が頑張れ。おっと、怪人が忍者ガーの行く手を阻みます。待て、忍者ガー怪人どちらも一歩も譲りません。ジャガークロウ、忍者ガーのジャガークロウが炸裂しました。忍者ガー頑張れ。今、忍者ガーとコアラジが熱い握手を交わします。そして今、忍者ガーからコアラジへとタスキが受け渡されます。おっと、怪人がコアラジの前に現れました。行く手を阻みます。アナブルゼコアラGー、両者一歩も譲りません。頑張れコアラGコアラGのキックが決まりました。続いての走者はロボートレーサーVです。さあ、今コアラGとロボートレーサーV熱い握手を交わしました。ロボートレーサー V、どんな走りを見せてくれるんでしょうか。頑張れロボートレーサー V。 待てロボートレーサー V、 行かさないぞズリズリ。なんと怪人が尻風船で行く手を阻みます。悪事は許さん。モンキーターンキーク、キーク。ロボートレーサーのモンキーターンキックが炸裂しました。頑張れロボットレーサー V。今
ロボットレーサー V と安野さんが熱い握手を交わします。ロボットレーサー、ご苦労さん。安野さんにタスキが渡されます。わしも頑張ってくるね。安野さん頑張れ。頑張れ。行ってきます。最後のランナーは安野さんです。頑張れ。安野さん、軽快な足取りです。オートの引きつ戻りつ待っとってな。今行くで。安野さん、軽快な足取り。たくさんの応援団の皆さんが追いかけてきてくれました。一緒に走ります。一緒に走ろう。安野さん頑張れ。あと少し。イエーイ。続いてのランナー、井上さんと安野さんががっしりと抱き合いました。お疲れ様でした。みんなと一緒にタスキ渡したで。みんなの前向きでさあ、それでは安野さんからタスキを引き継ぎまして、ここから井上のあっちゃんが走ります。いってらっしゃい。よろしくな。日本中を駆け巡れ、前向きに生きる心、みんなの前向き駅伝。翌日は草津駅からスタート。参加ランナーの吉田さんにお話を伺いました。今まで全国で855人の方がこのたすきをつないできましたんで、私で耐えることなくですね、しっかりとつないでいきたいなと思います。今年の4月に、神戸の叔父が癌で他界しました。会社の仲間も癌で、今戦っておりますので、家族も癌で亡くなっている方がいますので、身近な存在だと思っております。今後の人生においてそうハッピーで楽しい、人生を送りたいなと、一つでもいい思い出を作ろうと思って、参加させていただきました。お願いします。頑張ってください。雨風ザーザー。大雨が降ってきた。わー、川が溢れてるプリン。危ないよ。大雨の時は川や溝には近づかないでね。雷が落ちてきた。木の下に隠れるプリン。待った、木の下は危険だよ。雷が鳴ったらすぐに建物の中に入ってね。台風だ。注意して、物が飛んでくるかも。みんな、台風や大雨の時は勝手にお外に出ないでね。はーい。今日のエンディングはお子様カンフー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。